どうも、竹のネットです。今日もよろしくお願いいたします。今日はジンを飲みます。この前のジンくじで当たりました。2本目になっちゃいました。ノルデスアトランティックガリシアンジンです。これを今日は飲みたいと思います。このジンはですね、ジンなんですけど、ロンドンじゃなくてスペイン産です。スペインのガリシアっていう地方で作られてるらしいですね。そこで高級ワインに使われる白ぶどうのアルバリーノ種という種類の、高級ワインに使われる白ワインのぶどう種の、それの蒸留液を使って、そこに、ジュニパーベリーをはじめ12種類の、ボタニカルを漬け込んで作るそうですね。ボタニカルは結構スペイン産にこだわってるらしいです。はい、ということで早速開けて飲んでみたいと思います。はい、ではちょっとストレートでまずついてみました。まあジンなんでね、当然無色透明です。いただきます。まずは匂いから。あ、これなんですよ。これはね、僕大好きなんですよ。もう圧倒的な花束の匂いですね。もう香水です。うん、これはもう香水。いただきます。香りが口の中にブワーッと広がりますね。本当に香水の香りです。ちなみにこれは700ミリ入って40度です。アルコール度数はそんなには高くない、40度なんでね。だいたい値段は、今ネットだとどうでしょう、4000円ちょっとで買えると思います、税込みで。そうですね。でもやっぱりジンはストレートも、まあ、美味しい種類はあるんですけど、ストレートでこのジンはやっぱ割って本領が出るかなって感じなんで、まあ今日はジンソーダとジントニックで試したいなと思ってます。まずはジンソーダを作ります。はい、ジンソーダできました。どうでしょう、2対1、ちょっと濃いかなぐらいで作ってみました。いただきます。ソーダ割りにしても香りが消えないですね、飛ばないです。結構やっぱ香りが強いんで、もうホームページとかいろんな人のレビューとか見ると、圧倒的なフローラル感とか、花の香りとか、なんかハイビスカスをボタニカルにハイビスカスを使ってあるみたいなのもちょっと書いてありましたけど、いわゆる普通のドライジンとは完全に一線を画すような感じで、別物ですね。ここまでソーダ割りで十分美味しいです。ソーダ割りもしましたんで、ソーダ割りよりもジントニックの方がより一層甘みが加わって美味しくなるんじゃないかなと思うんで、ジントニックを次は作ります。トニックウォーターは今日はウィルキンソンを使います。はい、ということでジントニックを作りました。飲んでみます。いただきます。あ、これは美味しそう。想像通りです。美味しいです。このノルデスガリシアンの特徴の、お花の匂いですね、花束の匂い、爽やかなお花の匂いがそのまま生きて、そこにトニックの甘い感じが乗ってきますので、これは誰が飲んでも美味しいと思います。普通のドライジンを使ったジントニックにさらにいい香りをつけたっていうようなイメージで、わかるかな、そんな感じですね。
昔これ飲んだ時にジントニックにして金柑とかをこう絞って入れたらより美味しくなりましたね。だからそういうのも一つ飲み方としてあるかなと思います。はい、ということで今日はスペインのジンですね、ノルデスアトランティックガリシアンジン、これを、飲んでみました。非常に本体がフローラル感満載で、花束、花畑のようなイメージのジンです。割って美味しく、ジントニックにするとさらにワンランク上のジントニックが味わえるなっていうイメージです。ぜひね、少しお値段するんで、バーとかで見かけたらバーで飲むのもいいと思いますし、ジンが好きな方、ぜひボトル1本持ってても絶対おすすめです。これは4000ちょっとしますけど、ぜひねおすすめですので、飲んでみてはいかがでしょうか。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。タケオネットでした。最後までご視聴ありがとうございました。